こんにちは、モルブです。今回はね、男の子の特有のメンテナンス、ケア、クリーニングやっていきたいと思います。ちょっとね、2人とも爪が伸びてきていたのと、あと特にね、ケンちゃん、オレオがこのお尻のところのポケットに、ゴミが溜まりやすいので、それを除去してあげる作業を今回ねやっていきたいと思ってます。ルリちゃんもね、だいぶお爪が伸びてきたので、今日はね、爪をきれいに整えてあげようと思ってます。お掃除が終わったんでね、今ちょっとちょうどおくつろぎタイムだったんですけど、でね、オレオのこのお尻のポケットのお掃除の動画を上げたんですけど、その時の動画がですね、1万回以上再生してもらえたんですよね。モルブにしてはかなりたくさん見てもらえた数字だったのでね、今回そのもう少しこう丁寧に説明しながらやっていこうと思ってます。なんでここにスロープがあるのにここから登っていこうとしないんだろうね。いつまでたっても何回も教えてるんだけどな。はい、じゃあね、早速やっていこうと思うんですけど、その前に、これから爪切りをしたいと思うので、爪切りは我が家こちらを使ってます。映ってる？こちらはね、うさぎさん用の爪切りですね。我が家はこちらを使ってるんですが、別にうさぎさん用じゃなくても大丈夫です。子供用の爪切りとかで代用してる人もいるみたいですね。はい、じゃあまずオレオからやっていきます。コメント欄であったんですけど、よくね、こうひっくり返すっていうのはどうなのかって問題、腰を悪くするんじゃないかとか、モルちゃん結構我慢させてるんじゃないか、かわいそうなんじゃないかみたいなご意見をいただいたこともあって、でそれについてお答えするんですけど、まずひっくり返すこと自体は問題ないと言われてます。長時間でなければね。ただし問題なのは、その時暴れちゃったりすることなんですよね。なので、もしそのひっくり返すこと自体がとっても苦手な子の場合は、別にひっくり返さなくても大丈夫だと思います。まあ、例えばこの状態だと、まあちょっとやりにくいかな。こうですね、こうしてこんな感じで後ろ向きにしてあげて、ちょっとお尻持ち上げてあげて、こういう風に開かせてグリッと、グリグリッと取ってあげるみたいな感じですね。めちゃくちゃ取れたよ。ちょっと溜まってたね。で、あとは尻拭きとかで、そういうもので拭き上げてあげるといいと思います。どうした？あとですね、爪切りも別にひっくり返さなくても大丈夫です。この状態でパチンとパチンとパチンと、ちょっとびっくりした。そう、こんな感じ、ごめんね。はい、で前の足ですね。前の足はね、結構ね暴れちゃう子多いんだけど、ちょっと立たせてあげて、挟まないように気をつけてね。パチン。いやね、ちょっとやだね。こんな感じで。はい、こんな感じです。なんかチムシついてた。大きいチムシついてたよ。置いとくね。ちょっとね、たくさん時間置いちゃうと、爪が巻き爪にどんどん巻いてきちゃうんで、なるべく頻繁に少し伸びてきたなって思ったら、先っちょだけチョキチョキって切るぐらいのペースでスパンで切ってあげた方がモルちゃんにとってはいいです。あ、そうそう、あとね、質問でね、これってやる必要あるんですかっていうこともね、お話しいただいたことあったんですけど、これについてはやった方が私はいいかなと思います。なんでかっていうと、またちょっとね見せちゃうんだけど、毛が古いね、毛とか、あと分泌物、古いうんちだったりおしっこだったりとかがここの中に混ざってるんですよ。だからこれを溜め込んじゃうと、本当にね、体にやっぱり悪影響が出ることは間違いないかなと思うんですね。もしね、自分でできない方は病院に連れてって健康診断がてらこうチェックしてもらったりとか、取ってもらったりするのがいいかなと思います。そう、あと残りの爪切っていきます。ちょっと待って、
この子が割とおとなしい子なので簡単なんですけど、まあね、ちょっと暴れちゃう子もいるとは思うんですけどね、もうほんと無理しないことがいいと思います。できなかったらプロに任せるのが一番だと思いますよ。ちょっとごめんね、結構伸びてたね。うん、OKOK、 コレオちゃん OK。 はい、次ルリちゃんです。でかいね。病院に行ってね、まず第一声にでかって言われました。それぐらい大きいです。はい、でこの子はね、ちょっとね、最近少しおとなしくなってくれたんですけど、基本的に暴れん坊です。なのでひっくり返すことは絶対にできないの。あー、ごめんね、嫌だよね。で、若いモルちゃんであればあるほど爪の伸び結構早い子多いと思う。でね、この子見てもらうとわかるんですけど、爪黒いでしょ。そう、だからこの子って爪のどこまで切っていいかっていうの、境目がすごく判断難しいんですよ。だけどもうこれは勘でやる。OK。はい。あとね、もし心配だったら、光を内側から当ててあげて、スマホとかのね、カメラの光を当ててあげると境目が見やすくなるので、その方法もおすすめです。なんか珍しくおとなしいね。どうした、暴れちゃうかなと思ってて、その様子を皆さんに見せたかったんだけど、全然暴れませんね。カメラがあるからちょっと緊張してる。はい、でルリちゃんもこんな風に、あ、伸びてたね、ごめんごめん、たくさん伸びてしまってたね。ちょっとね、私は慣れてるからそのまま光当てずにちょきちょき切っちゃってるんですけど、もう慣れてない方はぜひ光を当てて切って差し上げてくださいませ。こっちの爪だけね、ピンク色だからこっちはもう気にせず、境目が見えるからちょきちょき切れますね。ちょっと見る限り、うん、あ、まあ溜まってなかったね、大丈夫そう。あ、出た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 よ。あ、ごめんごめん、取れました。ちょっとキュって言わせちゃったけど取れました、ごめんね。ありがとう、頑張ってくれて。モーニング、ということでいかがでしたでしょうか。今回は、ね、男の子のモルちゃんのケア方法をご紹介させてもらいました。大変でどうしようもないって人は、もしヒントになったら嬉しいなと思って動画を上げてみました。ぜひね、参考にしてもらえたら嬉しいです。ということで今回も見ていただきありがとうございました。よかったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。はい、ポッケのお掃除が終わったんですけどね、その後の様子なんですが、ちゃんとプリプリうんちも出てきてくれてます。お掃除をする前はあんまりね、たくさん出なかったうんちもかなりうんちの量も増えてくれるので、ぜひね、うんちの量がちょっと減ってきて心配だなと思ったら、一旦ポケのお掃除をやってみるといいかもしれません。